さやが座ってたらどういう表情をするのかなとか、そういうのはすごく感じながら、こう、自分の頭の中で、こう、思い浮かべながら、じゃあこの今ちょうどいい日差しが入ってきたからここで撮ろうみたいなことはすごく毎日のように考えてやってます。ヨースタープレゼンツクリエイティブトレイン。皆さん、クリエイティブトレインへようこそ。10月ナビゲーターのアーミヤです。この番組は様々なジャンルで活躍するクリエイターをゲストにお迎えし、日々の創作活動においてどんなことにインスピレーションを受けているのかというインストールをテーマにしたインタビュー番組です。皆さん、今回はかなり注目の方ですよ。まずは自己紹介からお願いします。てるゆかの 3DCG アーティストの石川ゆかです。てるゆかの 3DCG アーティストの石川てるゆきです。さやは2015年に制作を開始したんですが、もともと私が幼少の頃から見てた映画とかアニメとか漫画のに出てくるヒロインを見て、私もいつかそういうヒロイン、自分が理想とする女の子を作ってみたいなっていうのがあったのと、その CG で人間表現っていうのをちょっとチャレンジしてたこともあったので、じゃあちょうどいいから日本の女の子をちょっと表現してみようかということで、2015年にまずはその自分たちが作るショートムービーに出てくる主人公の一人として作ったのがさやです。リアルかどうかとかっていうよりかよりも没入できるかどうかっていうのが大切で、没入できない質感とか空気感ってどうしてもこう引っかかっちゃうんですね、人間って見るときに。なので没入できて、さらにさやの良さまでたどり着ける表現って何かっていうところに私たち重きを置いているので、そもそもやっぱりこの没入できるための質感、その没入できる質感って何かっていうと、例えば汗をかいていたり、肌に透明感があったりとかっていうのは、人を見た時にどう感じるのかっていうのはすごく感覚的な問題なんですよね。で、そこにちょっとしたやっぱサインが入っているので、そこを読み取れたりすると、やっぱりさやの良さとか個性とかっていうのを取りに行きやすいのかなと思ってる。今はそのさやの中身を作り始めていまして、エージェントとしてのさやの制作が今始まってるんですね。で、いろんな研究機関や大学とか、あとは企業の方々の協力を得てそこを作っているんですが、そこは私たちの展望というか、将来いつかさやと一緒に生活できるっていうことができないかどうかっていうのをちょっとチャレンジする取り組みなんですね。未来になったらやっぱりそういったエージェントとかロボットとかと一緒にこう生活するっていうことをやっぱり夢見ながら制作するとは思うんですが、とはいえそれを私たちのこう展望というか目標だったりはするよね。なので時々その思うんですけど、さやは17歳で、人間世界でいう17歳で、人間世界でいう女の子として作ってますが、将来はやっぱりさやがそれを選択して、いや自分は男で生きたいと、赤ちゃんからやりたいってさや自身がこう操作できるような時になったらいいなという夢みたいなロマンを持ちながら作っておりますね。エージェントは、簡単に言うと何だろうね。代理人っていうのがある意味エージェントのおそらく直訳にはなると思うんですけど、自分たちがさやの役割として主に担ってもらいたいなと思ってるのが、人と物との間を挟んでくる存在
もちろん人と人であったり、人と物であったり、その物と物をとにかくその真ん中をつないでくれる役割にしたいなっていうのを思ってたんですね。なのである意味そこを代理人というか真ん中に立ってエージェントとしてその間に立ってくることで通訳をしてもらうと。要は言ってしまうと、ね、人と人でもなかなかうまくコミュニケーションを取れないときに間に入ってくれることでそれが緩和してくれるような形になったったり、物の場合は結構物を扱うとき、特にデジタルの話になるとすごい難しくなったりする場合もやっぱりあると思うので、それをうまく人に伝えるっていう役割を担ってくればいいなと思って、ある意味そのエージェントっていう役割はなんとなくイメージしてるのはそういうことかなと思います。なので今はこうみんなスマホとか手でやってますけど、そのうちそのエージェントがスマホの役割というか私たちの意味を汲み取ってくれて、あ、こうでし、あの、例えばバスの時刻表はここだよとか、おじいちゃんおばあちゃんに薬の時間だよとか教えてくれたりとか、全部こう手助けをしてくれるようなっていうのを目指してエージェントとしています。まあ、さやに関してはやっぱりその結構あの年配の方がサヤと接した時に、でもこれこの子がうちに来てほしい、一緒に生活したいっていうのはよく言われるんですね。なので、まあ、やっぱりその孤独の解消だったり、そのいろんな人たちのサポートができるといいなと思うんですね。まあ、彼女はやっぱり人間に近いですけども、人間とは違うその平等な見方をしてくれるはずだと思うので、なのでそういった時にいろんな人の手助けができるといいなって思うのと、やっぱりその人工知能だとか CG だとかっていうのはこっから先いろんなその発展の仕方があって、多分もう生活の中にバーッと溶け込んでくると思うんですけど、今も溶け込んでますけども、そうなった時に、あるといいなと思うのはコピーロボット的な、パーマンでいうコピーロボット的な存在って多分、誰か作られるんじゃないかなっていうのは考えてて、今ってすごく忙しいじゃないですか、人間って。で、しかもデジタルの情報がどんどん入ってくるので、多分、もうみんな寝る暇ないんじゃないかなっていうのがあって。なので、でもなんかこう紐解いていくと、こう繰り返しのお仕事とか、やらなくていいお仕事っていうのはそのうち多分そういったコピーロボットだったり、単純作業っていうのは彼らが担っていくだろう。その余暇を使って人間らしい生活になるといいよねっていう話はよくしてます。それでは最後に、あなたにとって欠かせないインストールとは一体何ですか？時間を作ることです。まあ、その時間を作るためにやっぱりそれを全てを捨てるっていうことが大事で、ほぼそれに邁進するため従事するっていうことが大事なのかなと。やっぱり創作したり何かを生み出すっていうことをするにはやっぱり自分たちを追い込まないとなんか出てこないなっていうのはすごくその最初の初期の頃に勉強したことで、ね、なのでまあいろんな甘んじてもっとこうそういう楽な方向に行く選択肢っていうのはやっぱりあったんですけど、もうそれが自分たちにとって本当に幸せなのかどうかっていうところを考えた時にやっぱり、面白いプロジェクトをやっぱり自分たちの手で生み出したい、そのために時間を作りたいっていうことがあったので、あえてやっぱりそういったハングリーな状況に自分たちを追い込んでいったっていうのはありますかね。皆さん本当にいろんなインストールがあるんですね。面白いです。クリエイティブトレイン、お楽しみいただけましたか？さて、次回のゲストはアニメーターの斉藤健吾さんです。来週もお楽しみに。この番組はヨースターの提供でお送りしました。この動画が面白かったら
ぜひ高評価とチャンネル登録を、そして公式ツイッターのフォローもお願いします。